なってる。ミュートにできんのすごくない？ね。ドラム入あ、取れた。こんにちは。こんにちは。なぎせりです。レッスンしてました。レッスンしてた。めっちゃ不安です。なんか不安だね。こんなに不安なイベントは初めてです。そう、本当にやばい。なんでかっていうと、うん、それは明日わかります。でもファンの人は好きな曲。あ、ね、うん、そうです。そう、君たちも好きだけど踊ったら大変。そうです。そう、大変。でも時間短いよね、明日。何分だ？1時間もないのか。ないないない。30分か45分かそんぐらいですね。そうです。なぎせり久しぶりやね。ね。てか配信したことあるか。え、確かにあんまないよね。ね、誰かしらいた気がする。ね、2人ではない多分。ああ、え、ミスチルライブ会場日産スタジアムから見てます。え、すごい。ミスチルのライブ？ママがめっちゃ好き。あ、そうなの？チルドレン。あ、ミスチルって言っちゃった。いやいやいや、チルドレンさんね。確かに、うん、いいよね。あ、なぎちゃんラルマおめ、え、それな。おめでとう。え、そう、ありがとう。すごくない？ありがとうございます。見るわ。ラルムね、そう、乗ります。でも どんだけ乗れるかわかんないんですけど。でもさ、1年間でしょ。そうそうそう。だったらさ、絶対どんどん増えていくんじゃない。表紙とかありえるんじゃない。頑張ればね。頑張れば。え、すごいよ。ちょっと頑張ってね。ダイエットするわ。いやいや、もうガリガリだから。いや、もうね。でもせいかもダイエットしてる。マジ？というか、もう毎日ダイエットだよね。うん、いや、わかる。ダイエットしてない日がないよね。ね、何かしら考えながら食べてるよね。そう。なんかさ、夏になるとさ、増えるじゃん。うん、なんかその露出が。うん。だから痩せないとバレちゃうよね。そうです。そう。なぎさちゃんメロンフラペチーノ飲んだ。私のコメ私の配信ルームでなぎさちゃんに質問してるの可愛い。確かに。え、飲んでたよね。飲んだ。美味しかったよ。美味しい。うん、マジ？あの発売日に飲んだ。くしゃみそ。そうなんだ。最近だよね、でも。うん。くしゃみ出そうって言ったらくしゃみ出ないよね。そう思って今出なかった。でもね、お兄ちゃんから一口もらったんだけど、うん、めっちゃメロンじゃない。うん。もうなんかメロン。メロンなんていうの？全然加工じゃない。あ、でも確かにめっちゃフルーティーだったね。ちゃんとメロンだった。うんうん。からまあでも好き嫌い分かれそうやな。あ、そうだね。美味しいけど、なぎは好きだった。うん、美味しかったね。美味しい。なんで2人で配信しようと思ったのって私が誘いました。やろうって誘ってくれました。そしたら言ってくれました。うん、せいかのマスク可愛いってきてる。これ可愛くない？大カラーなの、ね、なんかさ、ゆいゆいもそれしてなかった？嘘、これでもコンビニセブンイレブンだよ。めっちゃ可愛い。なんかこれはイエベに合うんだって、うん、イエベだ。なぎも多分せいかもイエベなんだけど。そうなんだ。なんかブルベもあって。あ、待って、ブルベだわ、なぎ。うん、なんかグレーと黒なの。あ、そうなのね。それも買った。お、ブルベも試した？うん、まだ青ね。でもどっちか分からんから。あー、確かに。そう。あー、確かに。セリカはでも、どっちだ。イエベ春だと思う、うん、私は。あー、ぽい。え、そっか、ね、春とかあるよね。うん、確かに春だね。でもブルベの夏でもいけると思う。え、ブルベ夏ってどういう感じ？なんかさ、ブルベ冬、え、イエベ秋とイエベ春とブルベ夏とブルベ冬だよね。うん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 、聞いたことある。ちょっとよくわからないけど。でもブルベ冬っていうのはめちゃくちゃ濃いさ、うん、ワインレッドみたいな色の。あ、わかるわかる。そっちじゃなくてちょっと明るめ、パステル系かな。
かイエベ？あ、ブルベ夏。あ、ブルベ夏、うん、イエベ春もめっちゃパステル。あ、イエベっぽいよね。ブルベ、ブルベだ。圧倒的ブルベだと思う、うんね、多分ブルベ冬っぽい。そう、なんだろうね、目のなんだろう、白目の色とか。あ、そうなの、多分白目が青っぽいとブルベとか、確かそんな感じ。そうだと、うん。ブルベってブルーベリーのことだと思ってた。あれ待って。え、何？あ、なぎ、あれ知らない人のお茶も。え、来ちゃった。誰のこれ？あれ待って、最初からあったっけここに。わかんない。なぎ水持ってきたっけ？え、わかんない。なんて書いてあるの？ホテモカ。誰？あ、ホテイモカちゃん。17期生だから。ホテイちゃんだ。ちょっと。やばい、飲まなくてよかった。危ない危ない。違う、ちょっと待って、間違えた。うん、水取りに行きました。じゃん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 、一人になりました。あ、昨日のお話し会楽しかったです。ありがとうございます。お話し会でした。お話し会楽しかった。モカちゃん、あのチーム A の前座で来ていましたので知ってます。前髪終わってます。よいしょ。今日なぎ家出るね、20分前に起きた。え、すごっ。、うん、なのにこの完成具合かわいいです。うん、肌がね、やばい、荒れて。そう、荒れ放題。荒れ放題、うん、でも、セイカも今ちょっと荒れそう。嘘。あ、やばいよ。出していけないけど楽しんでね。はい。楽しみます。夜なんですよ、ね、出番が。そうです、配信とかないもんね。あ、そうなんや、ないんだ。確かに。マジか。まあでも配信ない方が思いっきりできる気はする。間違えても、うん、気にせずいける。確かにね、配信ってなんか残るから。そうそうそう、ちょっと覚悟して踊んなきゃなんだよね。そうです。そうだよね。確かに平日イブは厳しいね。月曜日だし、今日やればよかったのにね。え、確かにね、なんで月曜日にイベントなんだろうね。確かに意外ね。そんな月曜仕事だよね。いや間違えないで、それな、いやマジで不安です。不安です。不安かー。いや不安ない。やばかったよね今日のレッスン。私珍しくなかった。やばくはないよ、やばくはない。でもさ、いつも私本当にこういうイベントのレッスンの時って、うん、あれなの、立ち位置表いらないぐらい完璧で。あ、そうそうそう、挑むよね。珍しかったよね逆に。そうでしょ、うん、今日マジでもう先生つきっきりみたいな。え、これはどうですか。感じだった。毎回同じ場所が、ね、苦手なんだよね、あそこね。そう、あそこだけなんですけど、ね、もう踊んなくなったけど。え、そうそう、あんな練習したし。そう、おもろ。なんでなんだよね、うん、笑うと前髪ふわってなるのもらう。そう、ふっふっ、ほら前髪がふわってなる。前髪上がる、いつもなんですよ。なんかセリカの配信送ってみちゃしてるね、見にくいこっち。なんでこんな携帯バキバキなの。そう、携帯ケース変えなきゃね、もうやばい。変えなきゃっていうかフィルムの問題だよね多分。うん、え、セリカも新しくしたのに、これフィルム一回割れて。綺麗だよ、うん。そう、でもお風呂場で落として割れた。また、まあ、そんな割れたに入らないよ。ほんまに、これまだセーフ。欠けてるくらい、ね、もうこれ。これでも割れてるね、結構いってるねこれ。やばいよ、もうピシピシって、この辺すごい、うん、でもフィルムがね、うん、携帯は大丈夫そうだね。多分ね、多分大丈夫。
一回なんか顔面に携帯落として、うん、うあのドラムみたいな携帯出てて、パコーンってあるあるめっちゃ痛かった。いや痛いよね、うん、鼻折れたかと思う。え、そう、本当に痛いね、あれそんな痛くないんじゃねみたいに思うけど、めっちゃ痛い。なぎちゃんの想像したら面白いそう、ジーンってくる痛さ、本当に痛いバキフォンっていう、あ、確かにバキフォンです、うん、ていうか、はい、チーム違うもんね。そう、前4で一緒だったけどさ、ね、なんかなんか久しぶりに会った気がする。そうだね、確かに B のメンバーは会うけど、ね、そう、確かにね、公演も違うし、いつも一緒だったのにね。A 公演、 A 公演めっちゃやってるよね。え、そう、今月めっちゃある A ね。A のセンターをやってます。はい、 B のセンターセンターをやってます。どう、楽しい？でも楽しい。なんかアイドルの夜明け公演は、うん、最初本当はなんか楽器持って登場するんだったんだけど、うん、本家がそうなんだけど、8人だとね、うん、楽器がなんか吹き足りないっていうかさ、うん、足りない音とかが出てくるからなくなったの。へ、めっちゃシュールよずっと更新してるの。そうなんや、覚えるの大変だったあの曲。うわ、え、むずそうだった。そう、もうずっとずっとこうだからさ、なんか逆にややこしいっていうね。う、立ち位置めっちゃある。え、ね、B 公演多いかも。そりゃ大変だわ。そうね、 A 公演は本当にどう、ガチガチに固めてそうな印象ある。固めてる、うん、あ、すごいね、結構細かい、あ、ここパーでみたいな、タイミング、あ、ね、角度とかね。そうです、すごい、ね、うん、結構、でも、うん、初日じゃなかったから、うん、なんかそんなそこまでなんだけど、うん、なんか、あ、初日はね、やっぱ大事だからね。そう、全然気は楽だったよ。うん、うん、新公演 B と A が当たらないだって。え、ここやん。B と B ね、そう、そうですか、そんなに。うん、本田警察ひーちゃん確かにめっちゃ頼りになるね、うん、いや羨ましい。そう、言ってくれる人がいるっていうのは本当にありがたいんですよ。わ、うん、かるよ、それに気づけるっていうね。そう、うん、わかるわ。博多バリカタマンアットマークなぎ神社の管理人さん、熊のかわいいなんかウェディングドレスの束ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。ありがたまー、かわいい、ありがたまー。もっとチーム4とはそれぞれやっぱり違う、全然違います、うん、全然違うよね。なんだろうね、チーム4って本当になんか学校感すごかったんだけど、うん、確かに、まあ若かったしね、自分たちも。そうそうそう、でも B になって、え、 B 2回目の B じゃない、うん、なぎちゃん。でもね、多分ね、初めて B になった時はそんなにね B の公演出てないの。なぎ、え、数えるぐらいしか出てなくて。意外と、そう、え、意外たい、あ、意外 意外とごめん、滑舌悪くてごめんそうだからね、あんま記憶ないの。うん、そうなの。あれは、ね、7時12分の初恋のイメージある。あ、本当、ユニットやってたわ、うん、あれ踊ってた、懐かしい、懐かしいなんか A の楽屋は明るい、うん、あ、そうなんだ。フレンドリーな人が多くて、なんか先輩も後輩も幅広くいるから、うん、あ、なんかね、そうなのねあのね、楽しいよ、うん、楽しい、楽しい、あ、なんて笑ってんだけどあ、でもなんか年齢差、うん、を感じる。なんかすごい自分とその、あ、B? 若い子の、うん、でもそんなに若い子意外といなくて、うん、レミちゃん、そう、レミタンとそのレイちゃまじゃない、クルルンか、クルルンが学生、あ、2人しかいないの多分。レイちゃんも学生だよね。レイちゃんも、あ、レイちゃんもか、うん、
でなんかいつもその女子高生はやめられないっていう曲があるんだけど、それで現役の高校生が2人しかいないのいつも確かにそうだからね、意外と学生少ないんだっていうね、意外とね、そう意外と大人なんですよ、 B びっくりした。ひだおやとかだってめっちゃお姉さん、あそうだね、なのにね、何歳、なぎの3つ上、なぎたちの3つ上だから24歳、4、あれ待って24だっけ、23?24 か、24ぐらいです。21だよね、あ私20歳、うん、21です、今年22になる、来年、あ来年か、早生まれです、あでも近いよね、12月でしょ、あそう、そっか、でもいいな、早生まれっていいよね、そうなんか学生の頃は、うん、早生まれってなんか子供っぽく思われるけど、年取っていくと早生まれっていうのは得なんですよ、うん、そうだよ、若いねって、だからもう何年生とかないじゃないですか、うん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 、だから22の代でも21です、確かにって言って1歳若く言うことができます。えじゃあ成人式もさ19歳だった、うん、あそうそのえそうあそうそうそうだった多分、そうですね、いいな10代で19歳でも延期になって2月だっけ成人式、あそうだね、なんか遅れたよね、それでも19歳か、まあ確かにいいな早生まれその1歳そんなに大事なんだ、結構さ大きいよね、うん、大事じゃない、22歳と21歳ってめっちゃさなんか差があるように見える、24と25もあるから、ね、あ確かに29、30とかねそう大事確かにやばい、今はそんなあれだけど、うん、でもあっという間じゃない、だってもう6月だよ、えやばいよ、もうあっという間、あっという間に20代が終わる、やばすぎ、始まったばっかりだけどね、まあね、あと9年ある、9年、気をつけないと本当に何をもう人生をちゃんと大事に生きなきゃね、えそうだよ、ちゃんと化粧水塗って美容液塗ってあそうそう、ちゃんとケアしないとシミができないようにちゃんとケアしましょう、うん、なぎも最近化粧水はちゃんと高いのを使うようにしてる、えらい、もう何使ってんの、イプサとか SK2 えもう使ってんの、えでも幅広くない SK2 って、え嘘、あでもそんなもんか、もうね、綾瀬はるかさんの肌を目指して、えそれずっと使い続けるのこれから、そう SK2、うん、頑張る、高くない、高いすごいんですけど、違うご飯とかを安くして、うん、そっちにお金かける、あーなるほどね、そう、えそうそうそう、すごね、でも高いの本当高いから、いや高いよ高い、ね、びっくりした SK2 って聞いて、 SK2 でも本当にいい、えすごいいい、うん、へえ、びっくりしたよすぎて、マジ、うん、私使ってるの聞く、うん、メラの CC、 おいいじゃんいいじゃん、いやいやいや値段もさめっちゃピチプラ、メラの CC 使ってるような気もなんか、うん、でもメラの CC の化粧水でしょ、うん、美容液でしょ、うんうんうん、なんかジェルみたいな持ってる、それ全部揃えてるの、うん、メラの CC で、いい揃えるのって大事だと思うよ、そう、うん、それでもメラの使うと白くなる、ケイチロウさん、タワーありがとうございます、ありがとう、はいそうです、メラのね化粧水衝撃、今日一衝撃、なぎちゃんが SK2 の化粧水を使っているてなんでなんか、うん、ディオールとか、うん、うんうんうん、そっちかと思ったらあガチだった、なんか分かる、なんか分かる分かる、イプサとかはあるじゃない、流行ってるし今、分かる、若い子のって感じだよね、そう SK2 って SK2 いやすごい、あの伊勢丹とかにある、あそうそうちゃんとしたすごいね、うん、
お安いのと高いのやっぱ違うの。でも入ってる成分なんか良さそう普通に、いいと思うめちゃくちゃ。でもその前はそれを続けるのが大事なんじゃない、うん、そうそうそう、続けなきゃ意味がないんですよ。うん、あ、レイチャバのママが SK2 だったかも。だから多分そんな大人の人が使うイメージだったのよ、うん、ああね、確かに。そう、まあまあまあ、いやすごい、でも良いです。二人ともなんでそんな髪色にしちゃったの？え？うーん、なんか文句あります？大丈夫、色が落ちてるからね。そう、なんか染めせいかもさ、うん、ピンクとかめっちゃやってたけど、うん、一回暗くしたのね。うん、ね、そうよね。でもこんなに明るくなっちゃうから、うん、やっぱ一回染めるとなんか明るくなっちゃうんですよね。ね、維持するのも大変です。そう、大変です。まあ人は意見はそれぞれなんで、うん、何でも言ってください。メイクを落とす時が一番めんどくさいですか、うん、だって確かにめんどくさい、ね、いやでも落とさないと、ね、いけないっていう、もう日課なので慣れました。そうえ、なんかこの間さ、うん、宅配とか郵便が来て、その時ちょうどさ、うん、メイク落としててさ、えしかもコールドクリームってわかる、うん、あのクリーム状のやつなんだけど、うん、それをやって乳化させないとなんか落とせないみたいなやつ、うんうん、それをなんかずっとやってたからピンポンとえ、それどうしたの？え、終わったと思って、とりあえずティッシュでちょっとサササっておでこだけ拭いて、うんうん、そのままマスクして、あ、なるほどね、出たけど、うん、本当にもう顔を出さないようにくって手だけ出して、あ、手だけ、うん、なるほど、めっちゃ感じ悪かったと思う、大変だったすごいタイミング、すごいタイミング本当にね、最悪だったあの時、びっくりちゃんだよパック中だったら終わってますね、確かに恥ずかしい。あ、置いといてくださいでいいのに、だって、あ、そうなの？でもなんかさ、あの坂口って書かなきゃさ、あー、ダメ、あ、え、いいのかな、なんかさ書くやつと書かなくていいやつあるよね最近。あー、確かに、できたのかな、うん、なぎちゃん料理するんですかってきてえ、なぎ、うん、料理ね、一時期してたけど、うん、うん、全くしてない今。あ、ほんと一緒だねなんか波がない、あ、やりたい時と、そうそう、いや、めんどくさくて、わかる、ちょっと仲間仲間です。え、でも作ってる時何作ってたの？え、この前ショールームでハンバーグ作った、うん、え、すごいじゃん。え、すごい、ハンバーグすごくない？ハンバーグ得意料理かもしれない。え？っていう。難しくない？ハンバーグって。え、でも切って混ぜてさ、うん、焼くだけ。焼くのがむずそう。ああ、中火通ってるかなみたいなのは確かに。うん、え、だよね。あったけどね。え、すごい。めっちゃ美味しかった。最近作ってるじゃん。最近、そう。え、でも普段作る。配信でなんかお代理が私の料理配信。好きみたいに言ってくれてて、うん、そうなんだ、なんかハンバーグ作ってっていうリクエストがあったから、あ、ハンバーグを作った。なるほどね。そう、すごいリクエストに応えるんだね、ちゃんと。え、そうそうそうそれがめんどくさい料理でも作ってた？え、うん、え、えらい、できるなら。え、だからわざわざ、うん、材料買いに行って牛乳なんて普段買わないのに牛乳買ってパン粉買って、え、やば、買いに行った。偉すぎる、秒で却下しちゃうわ、なぎそうもっと簡単なのにしてって言っちゃうハンバーグか、でも家であんまりハンバーグ出たことない、なぎ。え、確かに、ね、作る？お母さんそんなに、ね、あんま作ってるイメージない、なぎ。
ビーフストロガノフ。ガノフ美味しいよね。大好き。美味しい。好きそう。大好き。めっちゃ好きそう。麦ちゃん一回ね、リンリンが作ってくれて、えめっちゃ美味しかったすごい。リンリンすごいよね。リンリンってなんかお店で出そうなお料理いつも作るよね。わかる。たまに、ね、盛り付け方とかめっちゃセンスの塊。インスタに載ってる写真がすごいよな、めっちゃすごいなんだっけ、なんか炊き込みご飯ですごいのがあった、うん、え、なんだっけ、知ってるかも。なんか本当載ってたよね、インスタ。そう、めっちゃ美味しそうと思った。え、すごいよね。でも材料が高そう。あ、確かにすごい。成城石井とかで買ってそうわかるイメージすごい、ね、料理上手だと思いますよ。うん、あ、炊き込みご飯にめっちゃウニ使ってたよ。ウニだ、ウニ。ウニ？え？ウニってさ、炊き込みご飯すごい美味しそう。あ、たくさんタワーありがとうございます。ありがとうございます。タワータワー。ウニってさ、うん、あんま食べないから、あ、なんか生で食べるイメージしかないけど、炊き込みご飯めっちゃ美味しそう。ウニってさ、なんか、うん、火通したらあんま美味しくないくない？なんかイメージがあるけど、どうなんだろう。あんま食べたことない、ね、あ、そうそう、あんま食べてない。でもうまいって書いてある。あ、うまい。うに高いからね、うにね。うん、北海道行きたい。え、北海道のイベントなくなったやんか、この前。あーね、もうめっちゃショックだった。予定あったんですけどね、本当は。え、それちょっと何月だったっけ、本当は。もう過ぎたよね、でも月3月、2月最初の方か。うん、めっちゃ寒い時期に行くねみたいな話そうして、曲とかね、めっちゃ良かったくない。良かった、良かった。なのにもうなくない。行きたかった北海道に行けると思って楽しみにしてたのに、しかもセットリストも衣装も可愛くて、そう、もう全部さ、うん、決めたやん。決めたね、いろいろ。そう、なのになくな最悪なくなりましたって、もうずっと言ってる私そのこと。そうそうなの北海道の話題出たら言っちゃう、うん、マジ。じゃあ次もしあったらさ、セリカの名前入れとく。え、ありがとう嬉しい。そう、なんかさ、地元案件来たらさ言われない、うん、誰の誰がいいですかみたいな。え、言われたことない。そう、ていうか地元でイベントやるとき一人とかさ、うん、あー確かにない。大阪でイベント行ったことないな今。え、ね、うん、あんまないんだよね意外と。そうだね、うん、ライブイベントないか。しかも最初の頃あったけど関西メンバーっていうさ、うんうんうん、近くの子みたいな感じだったのと、ね、献血のイベントで献血ガールの方みたいな。確かにそういうのでやってたね。やってたんですよ。大阪も行きたい。え、うん、イベントね、なんかやりたいね地方でね。誰か大阪のお偉いさん見てないかな。確かに大阪のイベント呼んでください。呼んでください。あと北海道も私たちで呼んでください。服部が初北海道予定だったよね。あ、ね、あ、そう、初だったの。うん、行ったことないんだ。サンリオ総選挙の発表してるだって。あ、え、今日なんや。なんかサンリオフェスみたいなね、ショールームの部屋あった、うん、あ、さっき。そうなんや。それかな、ポチャッコ。そう、ポチャッコ、ポチャッコね。どうなんだろう。え、キティちゃん。え、ちゅうかキリミちゃん。キリミちゃん、あ、キリミちゃんか。うん、一応ね、うん。キリミちゃんは何位だった。え、わかんないいや、なんか
投票もあんましてないからなんか頑張れとか言えない見守るしかない。キリミちゃんファンはでもね他にもエイトいるから、ね、そうマリアとかね、うん、キリミちゃんはでも可愛いよ、可愛いの。でも最初はマイメロから入ったサンリオは。あ、わかるわかる、ナギもマイメロだった、ね、そう推し変しました。はい、よ、はい、推し変っていうのは推しまし、うん、推しまし。はい、うん、ポチャック4位だったんだって。嘘でしょ。え、1位じゃないんだ。え、下がったんだけど。え、そう3位だったのずっと。誰に抜かされたんですか。4位誰だったっけ。誰とか誰だったっけ人え、1位シナモンだって。まあね、シナモン、ね、シナモンって強いよね。いや、なんかさ、みんな好きやん、シナモン。好きだね。いや、可愛いけど。わかるわかる。なんかキティちゃんとかじゃないんだと思う、ね、なんかあんだけキャラがいてね。そう、わかるよ、すごい。そこシナモンなんだって。2位はあれよ、ね、ポムポムプリン。ああ、でもね、シナモンと似てるよね、ちょっと。確かにワンちゃん、うん、すごいすごい、やっぱりなんだよね、あの、うん、サンリオピュアランド、うんうんうん、でさ、いるじゃん、シナモンちゃん。いるね、かわいいよね。実際見たらかわいいんだろうね。いや、フォルムとかね、うん、かわいいよね。いや、わかる。やっぱ丸いフォルムが人気なのかなって思うよね、うん、実際会ったらなんか好きになりそう、うん、私はあの直接会ったことないんですよないようなわかる。だから会ってみたいなと思う。 ね、抱きついてみたいよね、うんうんうん、かわいいよね。え、キティちゃんとエイってコラボしたよね。あ、そうそう、そうなんですよ。蜂のね、めっちゃ可愛いあれ、ね、すごい。そうそう、グッズポップアップストアがやるん、大阪もやる確か。大阪もある、ね、阿部のあたりで。そうそう、可愛い、絶対ね、見に行きたいね。買う、買いたいねぬいぐるみ欲しい。売ってないよね。そう、なんかなんだっけ、あの大きいのさ、なんであるんだっけ。あれすごい特別なに作ってもらったのかな。なんかでも好評だったら、あ、あれも発売します的な。でもさ、あん感じだった気がする。こんぐらいのサイズで、うん、あの発売されるのかなと思ってたの。もっともっとなかったね、うん、なかった。そうそう、なかった。なんかとにかく私は今のサンリオの3位が聞きたいんですけど。あ、3位、確かに。ですか、1位と2位はあれだもんね。ね、3位、え、3位クロミちゃんとか。え、クロミちゃん人気だよね。でもそうなの、うん、マイメロちゃんより、うん、え、そう、最近ね、クロミちゃん人気すごい。へえ、あ、クロミ3位、あ、やっぱりクロミちゃんに抜かされた悲しいな。あー、ポチャッコー、へぇ、ポチャッコすごい。なんかさ、ゲームアプリでさ、うん、ポチャッコに多分40票ぐらい投票してる。え、すごい。そう、なんか無料でなんかチケットもらえるみたいな、うん、毎日ログインでみたいな、へ、うんうん、えー、そう、それでね、投票してた。すごっポチャッコ、想像以上にガチ勢だった。そう、推しが4位になってしまいました。すごい。あ、でも、え、キリミちゃん高くない？19位だって。いや、なんかあのさ高い高いね、キリミちゃん上がったのかな。ね、いっぱいキャラいるからさ、なんかちょっといや、なんか分かれちゃったあの4位とかさ、あ、3位抜かされたって話してさ、キリミちゃん19位、え、高くないって、おかしくちょっとおかしいです。そう、サンリオめっちゃキャラいるじゃん、うん、あ、確かに、ね、そうだよ、その中の19位はアンダーガールズよ。そうだね、高いわ確かに今の流れはちょっとやばい逆に最下位マウントね、確かにごめんすいません、めっちゃおもろかった
むしろなぎちゃんきりみちゃんないだと思ってたのそこよ。いやでもさ、うん、有名じゃないきりみちゃんって有名だから結構ね、うん、ぐでたまといい感じだよね。あ、確かに確かに、そのそのラインにいそう、うん、最下位なんなんだろうね。あーね、サリオキャラの最下位最下位ね、確かに。そんな可愛くないキャラいなくない？うん、全部可愛い、ね、うん、10位以内に入らないとカフェ開いてもらえないんだなって。10位になったらカフェあるんだ。え、すごい。え、じゃあポチャコカフェとかクロミちゃんカフェっていうのがあるってこと？あ、え、そうサンリオピュールランドの中でってことかな。あー、確かにそうじゃない。え、めっちゃ会ってみたい。可愛すぎるよって来てる。え、いいの？ピューロランドでさ、イベントがしたい、うん、え、それね、ピューロランドのイベントないですかね。確かにコラボしたし、ね、ワンチャン。なんかさ、よくアイドルさんさ、他のグループやってたりするよね、うん、え、ピューロランドで。確かに、 あのときめき宣伝部さん、へー、なんかやってた気がする。行きたいね。でもなんか8人とかだったら私入れるかわかんない、うん、そのサンリオ選抜みたいな。でもキリミちゃん好きですってアピールして、ね、弱キリミちゃん弱くない、大丈夫なんか知ってるかな、スタッフさん、うん、キリミちゃんって知ってるんじゃない。知ってるかでもさ、キリミちゃん好きってさ、え、そう、それサンリオなのってさいうレベルじゃない多分。だからすごいんだよ、それを知ってるから。あ、ね、そう、そういうことね。そうそうそう、すごい。キリミちゃんって何ってなる。うん。え、STU で年末やるような、マジ？え、すごい。いいな。でもママがサンリオ、うん、あの。キキララ好きなの。あー、かわいいよね。あんま関係ないけど、うん、アピール。キキララがキキララ好きでって。わかる、かわいい、キキララかわいい。最近来てます、私も。なんかね、キキララはグッズがかわいいんだよね。なんかかわいい色合いがすごいかわいいのもいい、うん、じゃあ私のママは、うん、黒みが好きなの。そうなん、そう、マジ黒みに投票してた、お母さん。そうなの、もう抜かされましたね。うん、なんかハンギョドンっていうさキャラクターも人気だよね。え、ね、なんか最近流行ってない、かわいい。え、そう、なんか YouTuber の人がめっちゃハンギョドン推してる人いるよね。そうなの。うん、それはでかいわ。うん、ハンギョドン、ハンギョドンもなんかいい順位そう、なんかね、うん。でもあれ何、ちょうちんあんこ、あれ、ね、ハンギョドンってミニモチーフなんだろ。あ、そう、いるやん、ハンギョドン見ましたって。あ、え、そう、急になんかさサンリオキャラ増えた。ほんまや、かわいい、すごい。アバターにサンリオキャラめっちゃいるこっちはあんまりない。あ、シナモンいる、こっち。え、ほんまや。あ、かわいい、やっぱ。すごい。おもろ。すご。ね、話変わるけどさ、うんうん、スパイファミリー見た？え、今ね、めっちゃハマってるのに。昨日やってたよね。え、そう。やってた、やってた。11時にやってたよ。え、マジ？うん、見た。私も、うん、いつだっけ、先週ぐらいに見始めて、うん、マジ同じぐらいだ、多分見始め。そう、ネットフリで今最新話まで見たんだけど。いるよね、うん、めっちゃ面白いね。ね、面白いよね、うん、アーニャがかわいい。そう、アーニャがかわいい、かわいすぎるよ。なんか力抜けるぐらいかわいくない？え、そうそうそう、
なんか最初はみんながハマってるから、うん、そうそうそう、あんまりなんかハマるかなって感じで見たの、うん、めっちゃ面白かったみたいな、うん、めっちゃおもろい。あれはもうね、いいね。なんか、うん、アーニャとダミアンの絡みがキュンキュンする、すごく、うん、わかるわかるめっちゃわかる。え、最新話、え、ドッジボールの回見た？昨日のさ、お話見てない。見てない、これから見る。うん、え、めっちゃ面白い。マジ？うん、面白かった。え、ワンピース見ないんだっけ？そうな、ワンピースはね、あん、うん、見てないね。そう、見たことない。あれ、鬼滅の舞台見に行ったよね、一緒に。あ、そうそうそう2.5 の鬼滅の舞台見に行ったんですけど、まあ、でも結構ね、ちょっと遠目だったよね。うん、顔が認識できないぐらいの遠さ。あ、そう、遠かった結構遠かった。そう、うん、でもね、鬼滅は見てた？あれ、セリカ、うん、見てた。なんか映画見るために横ちゃんと一気見したのよ。あ、そうでも横ちゃんね、そう、ハマらなかった。えー、そうなの？そう、マジ？でもなぎちゃんが舞台に誘ってくれて、うん、あ、そうそう、え、行ってみようかなと思って行ってみたら面白かったんだけど、うん、ハマらなかったあ、ね、そう、あ、続編気になるって感じじゃなかった？あ、まあね、あ、そうなんですそろそろ、え、ワンピース終わるの？え、なんか、うん、結構今1020ぐらいなのよ、うん、20話ぐらいあって、え、うん、1000、うん、で、なんか一回、うん、あのアニメで見てるんだけど、漫画はどれぐらい進んでいくかわかんないんだけど、うん、なんか1ヶ月間お休みするんだって、その、あ、作者さんが。そう、あ、それでその再開された時からもう最終章、うん、おー、なるほどね、だって。え、すごいね。だからでもそれめっちゃ長そう、最終章。どうする、最終章1000話ぐらいあったら。そんなそれはないけど、でもめちゃくちゃ長そう。確かに50話ぐらい、もっとあるかな、ね、ありそうだね。8月に映画あるのよ。あ、もうそれがもう楽しみすぎて。なるほどね。もうそれモチベな気がする、最近。あー、でもいいね、うん、最終章まで休んでる、なんかかっこよくない？かっこそう、かっこいいな作者の人かっこいいんだけど、なんかそう、かっこいいよね。力貯めてるんですね。なるほどね、マジ楽しみ海賊王になるのかなみたいな。あ、そっか、海賊王を目指して旅をしてるっていう設定か。そうです。どうするならなかったら、でもそういう展開もあるんじゃない？え、そうそうそう、なんかさ、ワクワクしてるな今、うん、海賊やめるっていう。え、終わっちゃうよ、終わっちゃう25年書いてるし、だって、え、すごいね、うん、そんな、もうキャラクターの数すごそう。え、すごい、数えきれないんじゃない？うん、え、それはさ、なんかいろんな島とかに行って仲間を増やしていくの？あ、そういう増える場合もある。あ、たまに。うん、あ、なるほど、ね、今10人ぐらいだっけ。まあ確かに増えてったらキリがないからねそうそう、え、すごい、なんかでもちょっと気になるかも。え、めっちゃおもろいよでも、うん、なんか私も小学校の頃からハマり始めて、うん、今やっと追いついたみたいな感じなのよ。え、じゃん、次でも、うん、4年ぐらい空白なの、見てない時期あった。3年ぐらいかな、うんうんうん、でもここ2、3ヶ月で6年分ぐらいの一気見して、うん、追いついたので、あ、まあ見れないこともないと思うんだけど、多分心折れると思う。ええ、空島とかその辺の物語で。マジ？私は、うん、ちょっとよくわかんないと思うけど、うん、パンクハザードっていう物語で心折れました。うん、それは中間ぐらいのあれ？あ、そうだ、中間ぐらい、ちょっと進んだかなぐらい。700話ぐらい。そうだね、そのぐらいかも。え、うん。600、700ぐらい。うわ、確かにあと300話あんのかと思って
え、それあれ、あの漫画で読んだ。うん、うん、アニメ。アニメ、アニメだったらまあでもちょっと早送りしながら、うん、見るのもありだ。大体空島の次で一度離れる人多い。そうなんです。そうなの。でもそれでも戻ってくんだよね。すごいよねそれ。いや、セイカが戻ってきた理由は、うん、8月に映画があるからなんですよ。あ、そのメインがシャンクスっていう、私がもうずっと好きなキャラクターがメインみたいな。あ、いいね。だから見ないとと思って。今が 見る時じゃない、充電期間だし、うん、そうよ。それだよね、うん、狙いは絶対するよ。それもある、この期間に追いつこうみたいな。見てみようかな。え、マジ。見る。好きな人多いじゃん、エイト。本当に多いね。なるも仰天も、うん、ミスターとかも多分好き。でも楽しそう。なんかその話混じったら。でも映画8月6日公開なので、うん、あと1ヶ月半ぐらいあります。1ヶ月か、結構長い。1ヶ月はきついな。ああ、でもそれ長いね。1話がだって40分ぐらい。いや、30分とか。うん、30分か。1日中見たとして。え、か漫画で流し読み。ああ、漫画、漫画の方がいい。漫画でも、うん、なんて言うんだろう、うん、当たり前だけど、うん、細かい、なんか、うんうん、細かいから私はなんか眠くなっちゃう。そうなの。やっぱ紙だとダメか。いや、多分アニメ、私が漫画に慣れてないだけなんだよね。あー、でもワンピースは漫画もめっちゃ時間かかるって言ってるから、アニメの方がいいんだね。そう、アニメね。でも絶対夏は忙しいから無理だよ。そうだね。千話は。千話ってもう桁が違うよ。長い歴史。すごい。漫画だったら100巻以上。すごいね。すごっ。漫画。めっちゃ揃えればよかったってめっちゃ思っている。漫画読まないけどコレクションするの好きだから。あーね、なんか欲しい。100巻以上。家に飾る。あったらいいね。読まないけど。読まないけど、ね、読まないけど、ね、うん、やばお腹すいた。え、ね、お腹すいたね。お昼食べてないんですよ。それな、私もそう。朝ごはんフルーツティー、フルーツティー自販機にあって。美味しそうそれ。ちょっとね、そう、70円の水にしようと思ったの。天然水に、うん、水ね。でもその横にこれがあって、え、かわいいと思って、100円なんだけど買いました。うん。すごい、フルーツティーでレッスンしてるってすごい。おしゃれ。その前はカフェオレ。砂糖不使用。あ、砂糖不使用で気を使ってるかと思いきや、うん、これで砂糖を入れました、体に。確かに糖分、ね、意味ないです、フルーツの砂糖が。あ、な、なんでさ、水飲むとき画面から外れるの。あ、ね、マスクすっぴんだから。そうそうそう、どすっぴんだから今日。いや、可愛いからね。でもね、ショールームってすっぴんでもなんか、うん、確かに分かんないんだよね。ね、画質がちょっと私あんま良くないから分かんない。ご飯食べるかね。何食べよう。それどうしよう。もうなんかご飯とか好きだけど、うん、そこまで欲がないから、なんていうの、何を食欲？いや、食、いや、お腹も空くし、で食べたいってなるけど、うん、めっちゃ下がった。何をさ、うん、食べていいか分かんないからね。あ、なんて、分かる？分かる分かる。なんか自分の食べたいものが分かんないよね。そう、そうなんです。分かるわ。
一回そのゾーンに入っちゃうと、うん、ダイエット成功する気がする。あー確かに、うん、もういいやみたいな。夜とかにそうなったらいいよね。うんうんうん、ね、逆に今食べなくて夜食べるのがもう一番最悪。わかるわ。でも夜に食べたいだよね。え、そう夜にめっちゃお腹空くのはあれ何なんだろうね。太っちゃう。セリカは牛丼食べるイメージがないか。え、牛丼めっちゃ好き。普通に一人で行くよ。一人で牛丼チェーン店。うん、すごい。結構サラリーマンが食べてるイメージ。そう、だからその空いてる時を狙って行くの、うん、休みの日とか。うん、あだよね、混んでそうだもん。そうそう、牛丼めっちゃ好き。美味しいよね。え、すごい、なんかそこの人がマークついてる。ああれだよ、ついてるっけ。こんななんかイベントでめっちゃ頑張って貢献してくれた方、なんか貢献度ランキングってあるじゃん。あるある。それの多分、うん、上位の人はなんかマークがついてる。え、すごい、メダルみたいな感じ。そうそうそう。へえー、すごい。これ知らなかった。うん、今何時。え、価格変えたら分かる。2時になります。え、まだ2時。うん朝活しすぎてね。今日早かった。ね、早かった。昨日遅かったのに。本当に。しかもさ昨日さ、うん、遅いやん、お話し会でさ、うん、キューブまであったのね。あー、夜遅い人は。そうそうそう、うん、帰って、うん、今日朝レッスンと思って覚えたのよ、イベントのやつを、うん、そしたらなんかもう昼間に覚えればよかったんですよ、昨日の。でもなんかあまり気が進まなくて、うん、お話し会終わってから覚えないとってなってで覚えてで今日の朝寝不足でもなんか夜にならないとね、やる気起きないよね。そう、夜型だわ。そうなんです。なんだろうね、うん、じゃあ家、あ、そっか、めっちゃ遅かったんじゃない、昨日終わったの。じゃあ10時とか。いやいや、9時、9時過ぎだね。日付変わってから覚え出したいや、それまで何してたんだって話だけど。いやでもね、すぐ時間過ぎるから。そうってね、わかる。座ってたら2時間経ってるとか普通に。いや、あるある。 TikTok とか見たらもう終わり。わかる。すぐ時間経つね、日付超えてるよね。そう、なぎも昨日眠かった、めちゃくちゃ。それな、眠くて。なぎはね、朝の人だったんだけど。ああ、だから4時ぐらいに終わって。うん、そう、寝たもん。あ、え、わかる。え、寝ちゃった。でも寝ちゃう。そう、眠いよね。うん、でも寝ちゃって起きたのがもう11時とか。いや、遅い。やばいよねもうすぐ日付変わる。そう、え、それでさ、うん、夜寝れた？深夜。ね、3時とかに寝た。あ、そう、まあでも、まあまあ、そうなるね、うん、今日はもう絶対寝ないでちゃんと夜に寝る。え、そうしよう、うん、今日朝起きたから、ね、そうだ、そう。え、天気悪くなってきたって。あ、マジ？なんかでも確かにさ、コメント欄でたまにさ、ゲリラ豪雨って、なんか、そう、やだ、今帰りたくない雷？雷だって。そんなひどいの天気やばいやん、いつ収まるやろ。やだ。ご飯誰か買ってきてくれないかな絶対やだ、みんなね。
ウーバーとかしてもその人も雨と雷に打たれながら来るわけだから嫌だろうね、絶対ダメなので自分で買います。うん、何食べようね。うん、何食べよう、お腹すきすぎて何食べたらいいか分からない、うん、ね、うん、それは仕事ですまあね、YouTube まあね、うん、でもよでもよ、でもよ、仕事でも嫌だよね、うん、やだ、注文来てさ、うわ絶対注文取んないと思う、え、そんなやばい見つかんないじゃん、だから確かに届けてくれる人やばたらい回しにされる、おもろそういうあれもありなんだ、うん、ランキング読む、読むか、よしよし、じゃあ先読んでもいい、あ、交互に読む、うん、あ、そうね、はい、コート、いきます、はい、13位マルワイアットなぎせりかわいいさん、ありがとうございます、書いてないけど13位ももたネットさん、ありがとうございます、え、何位、12位か、園田長崎アット、なぎせりファンです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、12位はショートさんです。ありがとうございます。え、あ、11位。え、毎回え11位、キティアット、サンリオとのコラボ良かったね、うん、さん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、しゅんごさん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位。中心、うん、あった投げせり良い友情、うん、レッスンお疲れ様さん、ありがとうございます、ありがとう。で10位た、うん、立山県警アットマークミニオンさん、ありがとうございます。ユニバ行きたい、ユニバね。9位ぶっちゃんあった投げせり配信へやはり神回ですさん、ありがとうございます、ありがとうございます。B さん、ありがとうございます、ありがとうございます。8位ケンケンアット、レッスンお疲れ様さん、ありがとうございます、書いてないけどうん、8位トモヤかっこボブさん、ありがとうございます、ありがとうございます。7位幻アット、せいちゃんのフルーツティー美味しそうさん、ありがとうございます、書いてないけど7位ひろゆきアットマークあーはいさん、ありがとうございます。5位アイスカフェアットリランチなぎせりランリーとお肉食べに行こうさん、ありがとうございま す。行きたいね、お肉食べたい。アトマー君何や神推し、その説は申し訳ありませんでした、ありがとうございま す。4位中心アット、マスク可愛いねさん、ありがとうございます、書いてないけどありがとうございます。あれ待って、4位5位だなぎ、まだシュワンワンさん、ありがとうございます、ありがとうございます。3位ケンジあったセリカの目めっちゃタイプマスクかわいいさん、ありがとうございます、ございます、嬉しいピンポイント4位メロンメロンさん、ありがとうございます、ありがとうございます。飛ばしてないよね私ね、なんか順位が合わなくなってきたんだけど2位ケイイチロあったなぎせりしか勝たんさん、ありがとうございます、書いてないけど3位国陽かっこ弱い人さん、ありがとうございます、ありがとうございます。やっぱ飛ばしたあれなんかえそれなん大丈夫か。1位はタクアットなぎせりレッスンファイトさん、ありがとうございま す。2位はトカチンさん、ありがとうございます、ありがとうございます。読んだよね、読んでる、OK、大丈夫。じゃあ1位は博多バリカタマンアットマーク昨日なぎ店とお話ししたよさん、ありがとうございます。イエーイ、あ、ケンイチローさんとタクさんタワーありがとうございました、ありがとうございますよし、読みました、はい、うん、はぁ、あ、帰ったらマジ寝ちゃいそう、ね、いや寝ないでどうしようかな。でもお風呂に入ればいいと思う。
あ、寝ないね。もはや、うん、確かに。お腹すいた。帰ってご飯食べよう。うん、食べよう。でも今さ、天気悪いでしょ。そう、そうなんだよね。やだ。あ、これから何するの？え、どうしよう、本当に。アニメ見ようかな。アニメ？あ、スパイファミリー最新話あるよ、多分。確かに見る。昨日ワンピースも更新されてないかな。見よう。でも和田さん、うん、みんな帰ってないよ。ね、なんか意外と残ってる。ね。雨雲レーダー見て。あのあれ。天気予報、うん、マシになった時間に帰ろうかな。でもなんか夜がだんだんひどくなってくるはず。え、帰るなら今なはずね。マジ？確か。確か？でも確かに。うん。夜雨って。そう。えー、雨降る時間早いよね、ところ。早い。おかしい。やっぱ梅雨はあれです。ね。え、ちょっと外晴れてきたかって。お。あ、じゃああれだ。こういう感じで動いてそうかも、大丈夫、雨雲がじゃあ終わりたいと思います。楽しかったです。楽しかったです。見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。落とします。明日バイバイ、イベント楽しもうね。あら、ありがとうございました。バイバイ切ります。ありがとうございました。